シックスだっけ、ワンバイシックスやな、こっち。よし、これでいこう。あとはオイルが購入しましょう。木材カット、ワンカット300円、今切ってもらってます。はい、というわけで1800、本当は3メーター60なんですけども、1600しか売ってなかったので、それを2枚買って4分割、8枚にして帰ってきました。さあ、どんな仕上がりになりますかね。頑張って作っていこう。お、番手はとりあえず240でいきます。今日ワンズスリーはいいね。な、ちょっと待ってて。ちょっと今から作業するから。で、お米取りしたので、もう綺麗にツルツルになりましたので、ちょっと邪魔。あんたたち邪魔。ちょっと。よいしょ。ワックスの方塗っていきたいと思います。オイル。ウォールナット。この T シャツいらないのでウエスト代わりにしたいと思います。はい、久しぶりやからこんなことすんの。久しぶりの DIY や。昔はよう作ったけどな。うわぁ、手袋白っちゅう。うわ、もう汚れてしまった。よいしあとは2、3時間このまま乾くのを待ちたいと思います。はい、それでは乾いたので、ステンレスの長板つけたいと思います。89mm。うまいことつくかね。重量あるけどな、さすがに気やから、うん、はい、今到着したので、なんと雨。なんとタイミングのいい、完成して、さあどんなになるかな。
想像で作ってみたんで。結構大きいな。さあどうしよう。抜いてできないぞ。うまいこといけよ。あ、いいじゃん。しっかりしてる。意外としっかりしてるね。いいんちゃう？めっちゃ物を置けるし、それなりの味も出たし、いい感じかな。ちょっとこれで今度使ってみよう。結構コンパクトになっていいけどね。よいしょ。ちょっとバラしてみたいと思います。